この表はペットボトルのキャップの1個あたりの容量の表です。1個あたり7ミリリットルです。それぞれ1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個のペットボトルのキャップを表示しております。7×7 で7、7×7 で7749ミリリットルの容量の表です。このようになります。このようにペットボトルのキャップの容量研修で7個のペットボトルのキャップを並べました。7ミリリットル ×7 っていうことで7149ミリリットルになります。このようになります。これが一つのキャップの容量です。7ミリリットルです。これが7個のキャップの容量で7ミリリットル ×7 っていうことで7149ミリリットルの容量になります。これが先ほど使用した研修に使用した注射器です。もう一度言います。これが先ほど研修にした注射器です。これが一つのキャップの容量で7ミリリットルです。これが研修に使用した7個のペットボトルのキャップです。7×7 っていうことで7149ミリリットルの容量になります。このようになります。
今から、ペットボトルのキャップの容量の研修を行います。今からペットボトルのキャップの容量の研修を行います。このような状況になっております。これが注射器です。これがペットボトルのキャップです。このようにハート型のペットボトルのキャップを使用します。注射器に7ミリリットルの液体を入れました。先ほど注射器に7ミリリットルの液体を入れたものを、このペットボトルのキャップの中に注ぎ込みます。いきます。これでちょうど満タンです。このようになります。これが先ほど作った液体です。これがちょうど満タンになった7ミリリットルのペットボトルのキャップです。このようになります。これが空になった注射器です。ちょうど7ミリリットルになります。このようになります。この表はペットボトルのキャップの1個あたりの容量の表です。1個あたり7ミリリットルです。
それぞれ1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個のペットボトルのキャップを表示しております。 7×7 で7、 7×7 で7749ミリリットルの容量の表です。このようになります。このようにペットボトルのキャップの容量研修で7個のペットボトルのキャップを並べました。7ミリリットル ×7 っていうことで7149ミリリットルになります。このようになります。これが一つのキャップの容量です。7ミリリットルです。これが7個のキャップの容量で7ミリリットル ×7 っていうことで7149ミリリットルの容量になります。
これが先ほど使用した研修に使用した注射器です。もう一度言います。これが先ほど研修にした注射器です。これが一つのキャップの容量で7ミリリットルです。これが研修に使用した7個のペットボトルのキャップです。 7×7 ということで749ミリリットルの容量になります。このようになります。